さあ始まりました、40歳からの KBM ロケットリーグ。フリップリセットでシュート、おお、リーグやるやん。ツベルが選んだグッドプレイ、 EK さんのクリア、そこからリセットを入れてダブルでナイスシュート、うますぎー。たくさんがボールカット、壁着地からラピッドリセットからのナイスシュート、リンフーさんが地上セットアップから空中でタッチからのダブルタッチ。ジャンキー、ジャンキー、It's ジャンキー、いやー、It's me、ジャンキー、This is ジャンキー。じゃない？何が？未来読めすぎだろ。いやー、危ない。マスティフリくれた。やばい。ナイス。やばい。頭を越えるボール。コーナーから。壁ピンチ、そのままゴールへ吸い込まれる。コーナーの競り合い、リンフーさんがセットアップしてシーリングからグラウンドピンチ、いい力です。 EK さんがクリアして一人リダイレクトからのダブルタッチを決める。相手のクリア、トラップから1枚かわし、味方をよく見て、ここだ、ハーサン飛んでナイスシュート。壁からハーサンのフリップリセット、2枚抜きのナイスシュート。相手に越されたけどナイスセーブ。もう一人にカットされるが前パス、ハーサン飛んでタッチが絶妙でした。 EK さんが地上からセットアップして伸ばす、そのまま相手のブロックを貫通。げ、押されたけど。強めのクリアを相手がカット。これをトラップして空中でワンタッチ。壁で跳ねたボール。まずはトラップしてコントロール。相手が来ないので上下に揺さぶって壁からパス。最後はハーサンのナイシュー。相手の壁プレーか。これはカットできそう。トラップして空中でワンタッチ、ツータッチ。壁からたくさんのセンタリング、ザミーが飛んでナイスシュート。ジェイク・エムドのパス、たくさんのバンプ、ノリシオさんのナイスシュート。相手のリダイレクトを味方のクリア、エアリアルで真ん中へつないで、味方のシュートは惜しい。コーナーの競り合い、ナポさんがチャレンジして、あとは私が決めるだけ。さあナポさんのキックオフ、あとは私が触るだけ。跳ねたボールをジークエンドが伸ばす。これを地上でザキさんのシュートは128キロ。コーナーのボールにチンさんが突っ込む、照り焼きさん飛んでナイスシュート。大きなクリアにコウさんが突っ込む、反射をナポさんのダンクをコウさんが横取りしてました。ルーズボールをトラップするといい感じに勝てた。頭の背で運んでクリックシュート、横に流れたボール、壁からセットアップして、これは味方がガラキー、ハーサンのナイスシュート。のきつい。やばい。何してんの？何してんの？跳ねたボールにキキさんが飛んで、ワンタッチからのダブルタッチ。角度えぐ。相手のチャレンジがすごいとこに跳ねて、んー、ここだ。からのシュート。うまくいきました。アキラさんのクリア、それを追いかけてそのまま50、ナイスパスきた。ゴール前の競り合いでジークさんのチャレンジ、あとは美味しくいただきます。さあキックオフ、アキラさんのクリアから天井ダブルのコーナーパス、
いいパスでした。アキラさんの宿り惜しい。いい感じに転がったので壁からセットアップしてジャンプシュート。ハーさんのファースト、ガラ空きゴールなのに思わずトップコーナーを狙ってしまいました。相手のオフェンスをトラップでカット、頭の背で運んで揺さぶりでかわしてシングルジャンプで2枚抜き。 EK さんのカット、アキラさんがつないで EK さんのナイスシュー。いいコースです。横に転がったボール、ポッポさんがセットアップして丁寧なエア取りで押し込んでいく。相手のカットを EK さんがクリア、アキラさんが軌道をよく見てフェザータッチ。ハーさんのカットからのナイスパス、間に合った。ミニブを丁寧に拾ってハーさんのクリア、ブーストはギリギリ足りました。中央での競り合い、ルーズボールをトラップして空中でワンタッチ。今シーズンもなんとかチャンプに行けました。母さんがボールを運ぶ、いいところに浮いてジャンプシュート。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。高評価やチャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。